ジャパナビ、誰でも気軽に行ける鉄道の旅。途中下車、北東北から北海道へ。第9章、青森県鰺ヶ沢町。今週はいよいよ秋田を離れ、次の舞台青森へ。秋田駅からリゾート白神に乗車し、日本海に沿って爽快に走ること約3時間。途中下車をするのはこちらの駅です。青森県到着、鰺ヶ沢駅です。ねえねえ見て、この駅の名前が魚がついてる。イエス。もしかして海に面した町、漁師の町だから海鮮が美味しい。そうです、キャンドル大好きです。何があるかな。ここで有名なのは足がいっぱいある海鮮。ウニ。ウニはトゲだ。足。足？白い、白い。ああ、エビ。エビじゃない、三角。ヒラメ。イカ。イカです。イカがすっごい有名なんです。そうだな、うん、有名なの。有名。食べに行こうよ。うん、大きいよこのイカ。これはガウジャイです。三角ついてるよ。三角ついてるけどガウジャイ。なんでガウジャイかちゃってるの。ガウジャイはこの子はワサオという日本一有名な秋田犬。なんで有名。ブサイクで可愛いブサカワという言葉が生まれた。ブサカワ。ブサカワ、ブサカワ犬。ブサカワ。ブサカワって多分褒め言葉じゃないと思う。どんまれいだ。お、真っ青な空と海が広がる日本のテレビや映画の撮影にもよく使われる美しい景色。この町の名物はこの真っ白なイカのカーテンです。好評有有名。すごい、これイカカーテン。あ、すごいね。有有产品。青森のイカカーテンすごい有名。それがここにずっと並んでるんだって。ここはイカ焼き通りというよ。あ、何か有有街。有有街。わあ、すごい。ほら、海が見えて風景とイカが一緒になって。大きいね。大きいね。そうだね、今干したばっかり。うん、分厚い。まだ濡れてる。わ、なんかこの風景の中で CM とか撮ったらすごいかっこいいよね。撮ってあげるよ。本当。はい、アクション、はい、イカ。なんだ CM や。もうカッユーファイヤー、超有魚や、超有魚。これ超有魚じゃ、ちょっと食べたくなる。いいお店があるんだ。うん、ゴレライカ。こちらが紹介したいお店です。何の店。あら、ワサオ。はい。あれ、なんか、え、さっきの駅見たあの犬ちゃん。ワサオの店。え、彼が店作ったの。そうではないけれども、うん、ワサオが看板の店。ちょっと待って、もしかしているの。いる。どこ。こっち。え、あ、本物だ。あ、ワサオ。座ってる。ワサオ。お、あ、本物、かわいい。うん、こんにちは。こんにちは。はじめまして、香港から来ました。あら、遠いね。遠い。遠かったですよ。遠かった。すごい、飛行機が乗ってこなきゃダメなんだもんね。飛行機乗って。わさおって今何歳ですか。今7歳になる。お、7歳。7歳。7歳になるね。すごいね、おとなしいですね。秋田犬ですよね。これで、で、純なんです。純。うん。へー、毛が長い、ワンワンして。そうなんです。うん、ブサカワって聞いてきたんですけど、ブサク、ブサイクで可愛いって可愛いですよね。ブサイク、いいのね。ブサイクでないの。いや、可愛い。すごい可愛い。振られてばっかりいるよ。振られてばっかり、モテない犬の中で。モテない、犬の中ではモテない。いや、私が犬だったら惚れます。あ、そうですか。うん、可愛い。よかったな、惚れてくれる人だって。わさお観光大使なんですよね。うん、あの観光大使、鰺ヶ沢の観光大使なんだけど、観光大使、いろんな大使もらってます。いろんな大使、 CR とかね。うん、あの見て見て、そのお母さん大好き。これ、そうなの、駅長さんとかね、うん、そういうおかげさんで大使もらってます。アンバサダーじゃなくてワンバサダーという。いい名前ですね。いい名前。あと、うん、映画もデビューしましたね。おかげさんで、うん、鰺ヶ沢を舞台にして香港でも公開されました。香港でですか。そう、香港でもやりました。やりました。だからこの風景が見たくて、わさおに会いたくて来る人がいっぱいいると思うんですけど。 ありがとうございます。はい、会いに来た人が注意することとかありますか。うん、あんまり触らせない方がよろしいですね。もう近づいたりしない。そして物をあげないことね。うん、物をあげちゃいけないですね。そう、ルールです。うん、リエさん、イカは。
イカはお母さんに聞いて。イカはどこで食べれますか。ね、あ、店です。店にありますから。ここ。うん。あ、ここはバサオの小屋。ここはバサオの小屋。向こうはイカ焼き。イカの、いやいや。え、イカのお店ですよ。あ、一緒にしてるんですか。はい、あ、便利ですね。もう観光名所になっちゃうわ。観光名所だよ。わー、ここなんだ。おようなこんにちは。こんにちは。わー、いい匂い。大っきい。炭焼き。炭焼きなんだ、すごい。え、上になんか塩かけてますか。はい、塩だけかけてます。塩焼き、美味しそう。じゃあ一つください。お願いします。一つ二つお願いします。うわー、美味しそう。わー、大猛将啊，配那个盐烧鱿鱼，哦，こんな分厚い，おいしい。好容易咬啊。こんな美味しいか食べたことない。この甘い。うん。はい。うん？マイカ。マイ？スルメイカ。へえ。おいしい。甘い。あ、後ろなんかある。うん。あ、写真。マサオの写真。マサオの。すごい、マサオだらけ。あ、映画のポスター。これ映画のポスターからなんかたくさんの人がマサオに会いに、ほらいっぱい日本でも撮影に来てるから、もうこれ全部ほら全部撮影の関係だ。日本の有名なスターたちがみんな会いに来て、すごいね。あ、もう超有名犬。あ、いい場所あるんだ。ほんとだ。ここでちょっと食べようよ。うん、わ、わ、かっこいい。海見ながら食べる、もうなんか幸せ。日本海、この風、すっごい色が綺麗だよね。わー、なんか映画っぽいですね。映画の中でも使われた景色だよ。あ、そう。東北多いよね。例えば今だったらほらドラマのアマちゃん、あ、そうだね、岩手県もそうだったし、 あとおしんも山形で東北だし、遊んでくおしんもそうだね。そうだよ。で、わさおは青森。東北はやっぱり風景がすごく綺麗で、でさらに人情味がある。いや、鮮明だね。人が温かいから。お母さんも優しい。すごい人。町の人もみんな笑顔の。もうお母さんとわさおに会いにまた来たい。鰺ヶ沢駅から再びリゾート白神に乗車し、五所川原駅へ。ここでつながるローカル線が津軽鉄道。この津軽鉄道で珍しいのはこちらの芦野公園駅です。津軽鉄道は芦野公園に到着します。タランタンタンタタンタタン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 。これ、わお、ワンマンでした。なんかバズみたい。そうね。うん、かわいい。なんか公園の中で珍しすぎない？うん、珍しいよ。これ本当に公園だよ。公園の中に駅があって、さらに電車が走ってくる。あ、短いじゃん。うん。お、ワンマン新鮮新婚。色もかわいいね。そうね、うん、普通に乗ってますね。うん、公園なのに面白い。なんかおもちゃみたい。今チリチリってチリチリって言ってる。本当だ。うん、音が。バイバーイ。わー、なんかロマンチックな感じ、ね、で、このね、鉄道のね、この鉄道とこの駅は太宰治という日本の小説家の津軽っていう小説の中に出てくるの、で、その中では、うん、上野駅で芦野公園行きの切符くださいって、だから駅員さんに捨てる、うん、そんな駅ないよって言ってたでしょ。あるんだ、俺の家なんだ、あるんだ。そして30分言い合ってついに駅員さんがやうわで、はい、もう打ち明けたんだ、うん、で手に入れた。それがこの駅。すっごいロマンチックだね。うん、何がロマンチックなの。なんかそのなんかその喧嘩がロマンチックなの。で、この建物変。変じゃないよ、これ駅だよ。昔ながらの可愛い駅。駅じゃないよ。芦野公園駅です。なんか、まあ、カレーとかレストランじゃん。うん、でも駅だと思うの。ほら、専用階段もある。あれ、本当だ。駅が。なんで？すげえ、ちょっと。入れるんだ。入ってみよう。わ、渋い。わ、本当に喫茶店なんだ。違うな。うん。リエさん言った通り。うん。駅だ、これ。あ、本当だ。駅であり。レストラン？お、あ、昔の駅をそのまま改装してレストランにしちゃった。すごい、かっこいい。そのまんまだよ、ほんと。これ切符売り場。切符売り場だよ。ほら、いらっしゃいませ。どこまでですか？これからもワン。そんな駅はない。そうですか。僕の持ちだよ。あ、電話も当時のものだね。そうだね、もうここなくなっちゃった。
おお、かっこいい、これベルだ。はい、出発進行。あー、ベル、うん、そのまま、全部そのまま残ってる。この時刻表も当時のものですよ。これは今のものでしょ。これ今のものですよね。今のもの、今のものです。今間違えないように。あ、その人、太宰治。超有名な先生です。小説家。すごい有名らしいですね。有名だよ、日本人知らない人誰もいないよ。あ、こちらなんだ。おー、また塔が変わるんだ。それあるよ、駅だから。表があって、そうだね、裏がある。これ裏、ね、ここ裏、ここは多分正面じゃないの。正面だよね。入ってきて、うん、わ、なんか昭和っぽい。かっこいい。かっこいいね。駅舎書いてある。あ、これも手荷物一時預かる所、駅のまま使ってて預けようっていう、そういう人がいるから、ここにちゃんと昔のものです、今は預かっておりませんって書いてある。あ、何十年前ですね。でもその時のまんまこのガラス残ってるんだね。ほんといい雰囲気。すごいね。これ見て、うん、この辺絶対青春映画撮ったことあるよ。そうだ、これ CM とかにも使われる。そうだよ。なセイリンみたい。大便団。おお。おい、なぜここに来るって知ってる？なぜ？セクファーな。セクファー？じゃあおやめちゃった。2もらうよ。ダン、ランチタイムでーす。おはような、これカレー。何が特別かと分かりますか？そっちのカレーじゃない？馬肉。あ、馬の肉。そう、これもマヨ。あ、馬のマン。そう、青森は結構馬肉を食べる。で、うん、これ馬サラダ。これはポテトサラダでございます。あ、はい、じゃあこれは濃いはね、普通の濃いですね。これは馬。馬コーヒー。嘘、ぴょん。昭和コーヒー。昭和コーヒー。昔、あの太宰治という小説家がいまして、とても日本で有名な小説家なんですが、その方が大好きだった、大学時代にすごく大好きだった味を再現したもの。おお、じゃあ飲んでみよう。はい、待って、それはこっちに入れる。え、これ牛乳だよ。うん、これはこっちに入れるとカレーがとてもまろやかになってすごく美味しくなります。あ、小説家言ったね。言わない、店長が教えてくれた。どうですか、まろやかーん。そういう感じ。うわー、おじさんスーパーは。はい、もう見た目は普通の肉まんのようですが、食べると、ちょっとやっぱり中国とは違うね、匂いが。うん、なんか香りがいい。美味しい。うん、うん、濃い。うん、濃い。うん、米。変な癖とか全然ないね。うん、美味しいね。うまい。来週はカムアウトです。おい、リエ。うん、どこがあった？このいろんな色が混ざり合って、うそやん。なんだかよくわからないんだけど、想像力を膨らませる、これがアートです。レイアヤン、古くない？ジャパナビ、誰でも気軽に行ける鉄道の旅。途中下車、北東北から北海道へ。来週もお見逃しなく。視聴者の皆様に番組からプレゼントのお知らせです。今週青森で紹介した鰺ヶ沢の有名な海産物は、1番フグ、2番トビウオ、3番イカ。正解者の中から抽選で七里長浜菊屋商店よりわさおカレンダーを1名様にプレゼントします。応募用紙は www.jptime.tv 番組ホームページに掲載しています。締め切りは2014年10月26日午後17時当選者は2014年11月2日に番組および番組ホームページで発表いたします。皆様からのご応募、どしどしお待ちしてます。番組の特集内容やもっと詳しい情報は放送終了後に番組ホームページに掲載されます。アドレスは www.jptime.tv。 アクセスお待ちしています。また来週お会いしましょう。素敵な1週間を。